勝手に大河紀行、大河ドラマどうする家康でお愛の方が吹いておられた笛。実は我ら戦国武将の間でも笛をたしなむ者は多くござった。能楽で使われる能管や雅楽で使われる龍笛、篠笛などが有名でござるが、竹の節を一節だけ残した尺八のような笛、人よぎというものは大きさがちょうどよく戦場に持っておくのに良かったために愛用しているものが多くござった。長野県諏訪市にある天正院というお寺には、織田信長公、豊臣秀吉公、徳川家康公と天下人の手を受け渡り、最後は家康公が六男松平忠輝様に形見として残したといわれる野風といわれる人よぎが残されておるそうじゃ。天下に名を轟かした天下人の笛の腕前はどうだったんだろうね。こたびはこれまで。徳川家康。